あのさ、二階堂くん。はい。今日、西武も阪神も負けちゃったな。いや、言うな、お前。気にしてんだから。まあ、でも、卑怯な手使って勝つよりは。いやいや、お前、その、観客がファールボールをキャッチしちゃったせいで、ワンアウト取れなかったみたいな。それはいいんだよ。それね、それはうちの巨人ファン。うちのファンが、うちのとか言ってるこいつ。うちのファンが申し訳なかった。うちのって言ってる。それに関してはすいません。すごいじゃん。ええ。あれに関しては、うちの、うん、ええ、球団の方で、しっかりと、ええ、対応させていただきます。そんな権限ねえだろ、お前に。なんか、見てたんですか、今日は。あ、今日ツイッター野球。あ、お前。お前。真面目にやれよ。ちょっとね、ソフトバンク、その、やっぱり周東という男がね、しんどい。やばいんだ。周東よく名前聞くもんな。ガチ恋、いまくるだろうなって思っちゃうね。足速いから。いや、なんで小学生しか見てねえんだよ。足速いからもうあんなの好きでしょ。好きなのみんな。うん。この年になってもあるの。あるだろ。あんのかよ。足速いんだから。お前の評価おかしいよ。お前おかしい。お前だっておかしいだろ。何がだよ。俺別におかしくないだろ。お前、うん、お前の親父おかしいだろ。俺の親父なんでおかしい。おかしくねえよ別に。顔もね、端正だしね、あれで勉強もできて、スポーツもできるんだ。勉強も、うん、そうなの。え、だってクラスで、え、クラスとかねえだろ、今。まだクラスとか言ってんのかよ、あいつ。あ、わかんない、わかんない。楽しみ方わかんない。あ、楽しみ方わかんない。なんだ、楽しみ方わかんない。生きてる価値が見出せない。鈴木奈々じゃねえか。いねえよ、まだ言ってるやつ、あれ。え、お前なんか、いいよ。いい、え、うまい、いいよ、お前、いい、お前、いいね。完全に掌握してます、今。完全に、私のテリトリーです。お前、カイト？何が？え、あいつ、はい、勝ちました、これ。はい。はい。限界なだの潮風に鍛えし翼たくましく。嘘だろ、こいつ。あやてのごとくさあそっと栄光を目指し、すごい、羽ばたけよ。でんてってれれってれってれってれんふ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 ん。あれ、後半何、後半何これ。そこ歌えないの、なんなの。え、なんか自信なさそうじゃん。なんここになんか球団が入るはずだ。え、球団わかんないの。その感じで。クフはやて。クフはやてだ。8-0 で勝ってた今日、クフはやて。なんで把握してんだ。クフはやての状況。今のすごかったな。今の良かったね、立ち回りが。相手もパニックっちゃったの。ね。どうしていいか分かってなかったの。うん。先輩がインフルになっちゃってたの。新人だったんだ、あいつ。落ち着いて、落ち着いて、あ、落ち着いて、はい、落ち着いて、あー、落ち着かないで。あー、お前旗揚げゲームしてる。旗揚げゲームのメンタル版やってた。キモすぎるだろ、ゲームとして。ミカムの日常スタンプ買いたいです。売ってください。売ってください。
私めに売ってください。私めに、私なんかに、私にかも、もったいないですけれども、私なんかが、私なんかに、買えるかわかりませんけど、買えるかわかりませんけど。